はい、どうもこんにちは、なっちでございます。いよいよ、チャレンジダンジョンね、一度きりチャレンジがまたやってまいります。今回の予想なんですけども、こちら、ボスが今回このようになってると思います。初期属性ですね、名前の横にある、ドロップを見てもらえばわかると思うんですけど、火、キラを選んだ場合はゼウスドラゴン、水を選んだ場合はノアドラゴン、木を選んだ場合はガイアドラゴンっていうね、今回でループするので3回目で、まあ多分このボスで来るんじゃないのかなと思いますが、まあこの動画上がってる頃にはね、もう意味のない情報でしょう。で、今回僕はノアドラとぶつかることになると思うので、このパーティーで行きたいと思います。最初はね、シーフにシルフ、水向こうをつけようかと思ったんですが、まあね、シーフ何もしない方がいいかな。どうなんだろう、つけた方がいいのかな。でもつけちゃうと道中でシーフ使えなくなっちゃうんで、まあ使うこともないか道中で。ノアドラゴンのステータスをね、一応ちょっとパソコンの方で貼らさせてください。結構強くて、でもアルティミスならね、上の方は全然受け入れる。てか捨てが低いんですよね、ちょっと。前回のガイアドラゴンがそうだったんですけど、ですね、 30% 以下で確かダメージがやばかったはず。 50% 以下で15万とかくるんで、そこからシーフを使えば間に合うから、これ自分の属性とか変えることあるんですかね。変えないならもうシルフつけちゃおうかな。自分の属性を変化っていうのはなさそうなんで、いいかな。ちょ、シルフつけたいと思います。で、ある程度受けて辛くなってきたらシルフ使うって流れかな。そんな感じですね。誰かにつけてるんだよな、サシャか、サシャにつけてるんですよね。進化前、スキル後、進化後、あ、おった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 、よし。で、そう、今データ見てるんですが、そう、 50% 以下にしなければ全然受けれるんで。でさ、これさ、分かりにくいのがさ、 90% 以下で5万、 70% 以下で76,000とか上がってくんですよ。で、これさ、一気に 50% 以下にしてしまった場合は 90% 以下のやつを使ってくんのか、 50% 以下のやつを使うのか、どっちかが分かんないんですよね。エンハ入れてしまうとアルテミスパーティー普通に500万出しちゃうので、まあ、250万ですよね、言ってしまえば。出しちゃうので、ダメなんですよね。だからまあ、ほとんど運ゲーになりますけども、やってみたいと思います。ノアドラと殴り合うことすら、久しぶりなんでね。一回、何だったかな、バステトかなんかで殴りましたね。まだアーマーエースもいない状態で、バステトでコンテして。ノアドラっていうより、ミネルバとか、ウリエルの方が辛かったって。ミネルバいてよね。僕ウリエルだったんですけど、この二人の方が辛かったですね。よし、行こうか。まずはノアドラまでノーコンでなんとか行ってみたいと思います。はい、行きましょう。スペシャルダンジョン、おっと、今来たのかな。一度きりチャレンジ、22時59分までにクリアで、達成報酬ゲット。これはあれかな、その22時59分の時点で帰ってこいよってことですね。同キャラ禁止だって。笑えちゃうね。バルバー君どこにおるかな。バルバー君星6だからさ、結構下の方にいるんだけど、この辺か。よし、行ってみるか。一応円波積んでね、どっかで使う機会あるかもしれないんで、行ってみようぜ。はい、こんにちは。ねえ、ふざけないで。1体から5万ダメージってさ、このパーティーがだから回復するのに結構な苦労が必要ってみんなもう知ってるでしょ。犬に5万ダメージ受けるってなかなか辛い。うわ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 、めんどくさ。なんですか、なんですか。ちょっと難易度高いんじゃう。難易度が高いっていうか、めんどくさいんじゃない、今回。次回からどうなるんですかね。青伝玉像とかも出るんですかね。はい、なぜか向こうは貫通しました。こう背景変わるかな。
あ、わーわーしてますね。よし、とりあえずなんだっけ、このシャジール突破。よう名前覚えとったな。おーい、おーい、めんどくさいってだからねえ。あ、でもこの前ここにさ、戦国竜かなんかいたからさ、まあコンセプト的には変わってないのかもしれませんね。ここはなんかランダムで、ただ今回は神秘竜、前回は戦国竜みたいな感じで、そういうのは変わってないのかもしれませんが、すごくめんどくさいですよ。イザナミさんはまあ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 、イザナミさんね、火を火に変えるっていう技はちょっと今回ね NG でお願いします。耐えれるのかこれ、危な、闇を光に、バカ野郎お前、タグ土の野郎、何をしてくれる。赤ちゃんのくせにね、めっちゃ頑張ってくるんですよね、かぐっちゃんは。あ、倍率が出て、これは儚き無双みたいなやつが来るんすよ。倒せな、倒せました。なんかキラーが刺さってた感じありましたね。だからさ、回復してくれるのはいいんだけど、君悪魔バインドあるじゃん。なんでこうもさ、相性悪いかな。悪魔バインド来るんですよ。で、回復ないからさ、アナセレス使いたくないよな、この段階で。でも2万3000まで減っちゃったから使うか。もったいない。かといって色があるわけじゃないからね。まあ、ただ2万3000だと、死ぬことはないんだろうけど、やっぱ不安だったんで。どうだろうね、これ。闇とか消したら倒せるかな。バカじゃないの、ちょ。バカでしょ、さすがにバカでしょ。なんでそんなにいじめるんですか、僕らを。ひどくない、感知使った次のターンに 99% って。何のために使ったんですかね。バインド回復にしては重いんですよ、12ターンぐらいかかるからさ。頼むって。うわ、待って、今回難易度高くね。運が悪いだけこれ。もちろんね、このダンジョンも闘技場みたいに敵が変わるんで運があるんですけど、にしてもさ、敵が鬼畜すぎない。バインドで HP 減らして回復させてからの99% で、また HP やばくさせてから、また HP をねピンチにしてきてからの、このユニコーンで耐久してくださいっていう、えぐい、非常にえぐい。で、回復作ってくれないもんね。そうか、まあ耐えれるとは思うんだけどさ。いやー、ひどい。はい、まあ耐えましたよね。で、こいつとりあえず倒すでしょ。こいつを倒すまではいいわ、ここまでは。で、この次になんか先生とかあったらマジ許されない。許されないよ、本当に。ああ、まあ、あったことに変わりはないね。先生に変わりはないんだけど、まあこの状態だったから良かったかな。またこれで回復した後にさ、正直スクルドテミス使おうか迷ってたんですよ。お、素晴らしい、真ん中のお二人素晴らしいです。そう、スクルドテミス使って、今のやられて、今のね受けてたらもうやばかったですね。で、これでなんか危険信号的なことやってきたはずなんで、やってくるよね、なんとかアラートみたいな。やってこない、暗闇は効かないよ。やってこないならまあ倒しましょうか。よし、 HP もまあ半分近くまでは回復してきたんで、とりあえずよしとしましょう。全然よしじゃないけど、よしとしましょう。8回です。ねえ、なんか難しくないですか。何ですか、おでドラ連れてこいって言うんですか。
弾かない。じゃあもうここで回復しちゃおっか、これ使って。で磨いて上行くんで、あれー、あ、そう、まだ覚醒無効なのか。あ、まあでも回復はしないといけなかったからいっか、仕方ないね。で倒せないと。この操作短縮はもう見飽きたからマシンアテナで見飽きたから、何回受けたと思ってんだ。まあでもね、ソニアも、ソニアもシーフもいますし、プラマイゼロってとこでしょう。わーお、待って待って待って、やるよねそれ。マジか。こいつと竹ドラと山積みドラゴン、山積みドラゴンかこいつか竹ドラって感じでしょうかね。殴り合ったことはない、正直。盾張って回復せ。なんで回復を回復にするんですかね。そこはしっかり回復を作っていただきたかった。まあでもとりあえず今はね、優しい攻撃耐えて操作短縮を消していくみたいな作業なんで頑張ります。ああ、ちょ、運営さん、ガンホーさん、おかしくないですか。なんかおかしくないですか、今回。どうなってるんですか。だって、これ固定もしかして。なんかめっちゃ減ったし。大丈夫か、お前ら。水で意外と減るんですね。だってさ、他にさ、神話神で、キャラになってるさ、敵で、いる？います？いやマジでさ、これが固定なのかさ、その別のキャラがいるのか知りたいよね。逆に何が出るんだろうっていう、すごい気になります。吸収系かな、ゼローグとか。いや、ゼローグはちょっと難易度違うよな。なんだろう、他に吸収、ヴィーナスとか。ヴィーナスはヴィーナスでターンが短いからな。こいつさ、10ターンなのが立ち悪いんだって。しかも回復消してくんじゃん、水にしてさ。まあ、ひたすらこの繰り返しなのはさ、アポロンとかよりはね、アポロンとかより行動が読みにくいわけではないんですけど。よし、耐え切ったね。でもこの後、あ、回復が水になるのかな、なら大丈夫かな。よし、オッケー。まあまあまあ、神タイプだし、ウェイでいけるでしょ。頼むよ。こんだけ耐えて、さらに敗北とか絶対嫌ですから、倒しちゃってくださいね。よーし、きっついきっつい。あ、おるんかいお前ちゃんとおるんかい。闇軽減はないよな。しかも闇属性いるな。まあバルボは使いたかったな、この辺で。絶対消えるもんね。グラビティブレス受けたくないしな。ソニア使うか。ソニア使って闇の落ち込ん来たら、おいっていうことにしましょう。いや、来ない。よしオッケー。そうだね。光と闇もいるから、あ、でもあれかな。水で押せたかもしれないね。ちょっとソニア使うのはもったいなかったかな。バルカーン。バルカーンはね、まあ、相性的にはそんなによろしくないんですけど、まあまあまあ、そんなにふざけんなってほどでもないですね。発狂が強くないし、こいつは。優しめのキャラクターではあると思います。はいはい、水で押していきますよ。ドラゴニックブレードで水が欠損します。ちょっと強いな。想像よりは強かったな。あんまり、これダメージ当た、あ、死にましたね。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。まあまあまあ、なんだかんだ半分切ってますんでね。頑張っていきましょう。はい。遅延耐性は完璧でございます。じゃあ回復して、とりあえず、
待ちましょうか。ここはね、倒すのはもったいない。うわ、すごい。よう消えんかったな、今の。で、まあ、こんなに消すのももったいないけどね。2個残しといて。残したかったんですけど。よし。ウェイは欲しいんだよな、毎回そうね。よし、でも体力も7万5000まで回復してきましたし。なんだかんだ順調に戻ってきたんじゃないかな。ドラゴンキラー刺さっていく。まずいな。光、こいつもね、操作短縮やってくるはずなんですよ。光はあんまり消さずに。3だけじゃ耐える気がするから、一旦光消そうと思ったけど、こいつなんか、闇作ってくるんだっけ？あ、水も木も消しちゃった。わらわら。大丈夫これ。大丈夫じゃないよね、絶対。絶対大丈夫じゃないよね。だって自分で光をたくさん消したもんね。なんで目的を一つに絞ることができないんでしょうか。まあいいや。3ターンだし。なんとかなるやろ。はい、三蔵法師突破。三蔵法師とかもっと前の階層にいるべきだと思うんだけど。おしおし、ここで操作短縮治りそうです。アーミル、先制回復あるんだね。いいやつじゃん。ありがとう。じゃあ2ターン待ちますので、毒生成、バインドも嫌だな。どっちも嫌だな。あ、これバインドの方や。ちょ、ノアドラのためにこれで火力見ておきたいんだけど、これでまだ250万には届かないか。ただね、この辺がキラー持ってるからね、なるべくウェイで行きたいんだよね。列だとこの辺も火力出ちゃうから、その辺の調整が難しい。もう一旦耐える？色がないね。色がないから。もう一旦ちょっと耐えまーす。ウェイがありゃ倒せるんですよ、きっと。これはどうかな？また毒のやつか。毒もね、まあ、正直ね、3つ作ってくれた方が逆にありがたいっていうね。この2つのためにジンをね、なんかどっかで使いたくなる病が嫌なんですよね。はーい、お疲れ様です。落ちました。16回。一旦も待ってやらねえ。ベリアル君の登場ですね。爆心フレームロードが来るから、地獄を見せてやるよ。まずやらせるか。怖いな、こいつ。7×6 のキャラだからさ、性能高いんじゃないかっていう疑惑。とりあえず、ウェイ、4-3打ってみるか。4-3ならさすがに沈めることができるんじゃねえのかっていうことで。ちょっとね、よくわかんないパズルでしたね。ありがとうございます。さてさて、半分は行ってほしい。うわ、めっちゃ硬いじゃん。じゃあ、使っとくか。ルナティックストームね。毒作ってくるんで。こいつとね、殴り合うにはちょっと分が悪いので。捨てもやっぱり、予想通り高め。いや、今回なんか全体的に難易度が高いですよ。まあ、前回みたいなその佐護城とかさ、酒呑童子とかさ、そういうなんかもう明らかに狙った引っ掛けキャラいませんけど、根本的な性能が高いやつがね、いますね。ディオスは大丈夫なんだよ。ここいそうだね。ベリアルと白熱して、そのまんまこのディオスに殴られるっていうパターンがありそうです。なんかディオス、この辺も落ちそうじゃない？ポロッとか言って落ちない。落ちるキャラがようわからんのだよな。うわー、これまためんどくさいキャラが出てきましたね。マキナさんでございます。一旦殴るか。まあ、耐えたとしても、なんか遅延みたいなやつがあったはずなんで、まあ、それを保険として、一旦殴ってみたいと思いますが、まあ、次はアルテミスかソニアだろうな。どっちを使うべきなんでしょうかね、これ最終的には。ちょっと変換少なすぎねえか、今回。おっと。なんてめんどくさいことをしてくれたんだ。ちょっと今回変換少なすぎたね。まあ、でも同キャラ禁止だから仕方ないよね。エレメンタルターン。光になりました。アルテミスかな。
よし、これで倒します。ノアドラでさ、まあ偏ってもむしろそれが逆にね、表に出ることもありそうですけど、今回はノアドラでそもそもの色が少ないっていうのは怖いんですよね。ああ、この次か、やつは。おお、なんかよくぞここまで参った感ありますね。ちょ、回復してほしかったな。で、ここでまたさ、ラース・オブ・ゴッド受けてさ、ね、昨日闘技場でやったんですけど、その光景を。またその光景見る羽目になりそうなんですけど、大丈夫ですか？あ、でも捨ては闘技場とそんな変わってない感じ？バインド、効きません。ここでちょっと時間稼ぎたいかな。いやでもそんなに余裕ないしな。ギガグラビティが来たらもうそれまでの話ですからね。で、このゼウスブレードがいい感じに欠損させてくるんですよ。まあ、ブレードはいいか。イカズチの方だね。はい、ギガグラ入りました。まあまあまあ、次ノアドラだし、感知は確定だったんですけどね。じゃあここで3使って、回復もしといて、これで神バインドが来ると思うんだけど、まあそれはアナが弾いていく、でボス戦突入って感じですね。はい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 、とどめいっちゃうらしいんで、ここ倒しますよ。ババ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 。お、なんか親父ザビの T シャツが完成したらしいですね。このタイミングで完成。はい、やってまいりました。いや、もう挑みたくない。正直コンテでいいわ。気吸収だけすんな、頼む。はい、向こうかからの蒼天の虹ない。水吸収こそあるけど、とりあえず殴ることはできそうですね。ね、炎波はまだですね。まずアルテミスかな。いや、怖いな、アルテミス使うの。色も少ないけど、まあ、少ないぐらいがいいのか。じゃあ、アルテミス使って、まだ耐えれるんで、アナ使ってとりあえず耐えます。4-3でいきます。落ち込んはまあ多少ならいいんですけど、あんまり来るとやばい。よし、わ、めっちゃ怖い。レーダー流の恐怖。はい。1コンボぐらいお願いします。はい、ありがとうございます。逆にそれぐらいの方が安心します。おーおーおおお、いいんじゃない？いいんじゃない？なに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 ？スキル封印？からの？ファーストジャッジメント。はい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 。待って待って待って。何も吸収してこなかったしさ。これさ、待って、シーフ使って、バルバーで炎破したらさ、75% 軽減もちょうどいい感じで倒せるんじゃない？シーフ使うでしょう。まずシーフ使うよね。バルボア考えろ、ちょっと。ソニア使うべきなのか、バルボア使うべきなのか考えろ。今何やってきたっけ？ファーストジャッジメントやってきたっけ、今。ということは、70% 以下のやつが次来るんだよ。あ、順番なんだね、結局。でもさ、これなんだかんださ、その 10% 以下とかにしたらさ、この38万みたいなやつ来るんじゃないの？ねえ。まあいいや、ご利用します。ソニアもバルバーも使っちゃいましょう。いいよね。あ、でも耐えた方がいいのかな。ファーストジャッジメントが来た、今。ファーストジャッジ、で、次、セカンドジャッジメントが来るとして、セカンドジャッジメント信じていいですかね。炎波だけしましょう。ちょっと、自分の今の記憶と照らし合わせて。アルテミス溜まったのか。アルテミス使っちゃっていいか。アルテミス使っちゃって。で、これで、多分ね、4とか全然組んでも大丈夫なんで、ゴリゴリ削っていきます。ただ、落ちコン先輩は控えてほしい。まあでもさっき何も降ってこんかったからね。こんなもんにしておきましょう。で、シルフ貼ってるんで、こっちは。ダメージも受けないはず。怖い、めっちゃ心臓バクバクアニマル。濃厚んすよ、初めて。やったじゃん。ねえ、海山いたり、割合ダメージの連発だったりしたけど。うわぁ、嬉しい。
や今回は完全あもういらんかったなこいつほとんどね。チーフまあこのウェイとかで頑張ってくれたかもしれませんけど、正直こいつ必要なかったね。へえ、ちょっとこれはね、ノアドラの見たノアドラのこのまあ気球種がなかったからですけどね。でもノアドラに対する目が変わりましたね、見る目が。ちなみに気球種が来ていた場合は削れなかったので、19000プラス、また吸収か、それがあるから、まあ、最悪の場合それにはまってたということなんで、最初に自分が使ってる属性の吸収さえなければノアドラ全然ツーパンはいけるということでございました。はい、嬉しい、もらっとこうかこれ、アマゾークロス覚醒原神オーディンね。はい、これ2体目だよね。だから多分次またオーデンタマドラとかになるんじゃないのかなって僕は予想してるんですけど、嬉しいなぁ、なんかこいつ売りたくないなぁ。初めてね、多分初めてじゃないか、その集会パーティーとかじゃなくてこう、うん、アルテミスでレーダードラゴン倒せたっていうのが嬉しいですね。じゃあちょっと闘技場3もノマドラでも希望があるってことが分かったんで、ちょっと明日以降からね、明日やるか分かんないけど頑張っていきたいと思います。以上、闘技場じゃなくてチャレンジダンジョン、一度きりチャレンジダンジョン第3回目 ?4 回目 ?3 回目かな、このなんか闘技場系の形になるのはの、超絶決戦の3回目か、超絶決戦3回目、ついにノーコンできましたということでございました。